私結構実はオフとオンってあんまりファッションを変えたくないっていう一応気持ちを持っていて、なんかオンだとどうしても華やかになるじゃないですか、ドレスアップとかしちゃうんですけど、なんか極力オフの時もあのそんなにキラキラしたドレスとかボディコンじゃないにしても、あのオフの時間も短いスカートだったりワンピースだったり、まあ、パンツとかを下に合わせても女性的にやっぱりこういう今みたいにヒールを合わせたりとかをしたいなっていう気持ちはあるんですけど、なんかどうしても子供がいたりとか動きやすい格好だとペタンコシューズとかに実際になっちゃっていてっていう差がありますね。靴が変わるっていうのが特に大きいですけど、はい、女らしさっていうか、そう出したいなっていう気持ちはありながらも、でも実際はなんかペタンコになってますけど、ブーツとかでもヒールがないものが多かったりとか靴で変化があったりします。お洋服の方はオフもオンもできるだけこう華やかだったりとか色味とか柄とかが色があったりとか、そういうのが好きです。今日のオフファッションの気に入ってるところを、はい、ポイントは、はい、そうですね、まあ、オフなのでパンツとかを選びまして、でもクールな感じ、ブラックを選んでるので細身でっていうのが気に入っていて、足元はやっぱり女性なのでこうペタンコシューズよりもあのヒールを合わせていたりとか、上半身のトップスはやっぱり気に入ってる色があるもの持ってきてます。色があるものはやっぱり気に入るんですね。そうなんです。なんかあの暗い色っていうか黒ってシックでかっこいいんですけど、あのまだ早いかなっていうか、極力こう今は明るい色を楽しんでいこうかなって思っています。はい、待ってて今日 の、はい、あのオフのヘアスタイルのポイントを教えてください。大体ダウン、オフのヘアスタイル、オフはいつもダウンで、なんかダウンヘア好きなんですけど、こうストレートでっていうナチュラルな感じっていうのがすごく好きです。少しでも斜め、はい、センターではなくて今日は斜めから。そうなんです、あのやっぱりこのオンオフのカラーを隠すためにっていうか、それであえてサイドから作ってます。分け目を変えることで色が入ってるっていうのが分かるっていう、今は落ち着きがあって夜になってこう色が入ることによって気持ちが上がりますよね。こうやっぱりハイライトとか髪が明るいと元気になるっていうか、暗いと暗いってわけじゃないんですけど、ちょっと落ち着きすぎちゃってるので、まあこう昼間のお仕事の時間にはちょうどいいのかなって思います。やっぱりメリハリがつくっていうところがポイントなんですよね。そうですね、オフはこうナチュラルさをそのまま髪の毛の中に、あと髪も普段ケアしてるので、触らないでっていうか、こうまあブローぐらいにしてダウンで自然な感じにいるのが好きで、ゼロになるとそのスイッチを入れるっていう意味で巻くことで変身感っていうのを楽しんでるんですね。メイクもちょっと強くなったりとか、キラキラが足されたりとか、お洋服もミニスカートになったりとか、やっぱりなんかすごく女度上げるじゃないですか。なのでそこで髪の毛を巻いたりとかしてっていう差を出すのがすごい好きです。確かに今日お召しになったような、はい、ナチュラルな、うん、ナチュラルだけが明るいブラウスのその、はい、ダウンのヘアスタイルになります。はい、あ、本当ですか。なんか政治派っぽいですよね。うん、素敵です。やっぱりパッチリ決めるときと、はい、まあ、ナチュラルだけどちょっとおしゃれ感がある、うん、おしゃれ感がある、はい、好きです。なんかオンオフカラーのことに戻るんですけど、はい、なんかオンオフカラーをしてみて、はい、ご家族や友人の反応はいかがでしたか。はい、すごい可愛いね。最初やっぱりみんな気づかなくて、なんか片方だけにしてたんで、ほら見せるとオフの方に大体していて、見せるとすごいってびっくりされました。あとなんか面白いっていう考え方で、大体基本的にでもどうなんでしょう、カラーリングって私が普段センターパーツが多かったので、センター基準にこうあのシンメトリーっていうんですか、ちゃんとあの左右対称に作っていたので、こう横分けみたいな人じゃなかったので、それでこういう、スタイルを作って変化をさせることがあのできるんだ、その お昼と夜だったり、そういうお洋服の変化だったり、その自分の大人の時間だったりとかをヘアでもやれるんだっていうのを、今まで、まあ、ヘアでこう巻き髪なのかストレートなのかっていうのはやってたんですけど、カラーでもできるんだっていうのをびっくりしています。でも一番なんかあのヘアメイクさんたちがすごいっておっしゃりますね。実際に髪の毛触ってもらって、であのアレンジごとにこう違う表情を見せられる、またアップにした時もいい感じにこうハイライトが全体的に見えたりとかして、
すごいいいですねっていう声は言われました。スイッチするってすごく新鮮ですよね。ねえ、面白いですよね。形じゃなくて、うん、カラーがスイッチできるっていうのは、うん、ねえ、なんか多分私でもこれだけ感動してるっていうことは、普段オイルさんとかあまり髪の毛にカラーリングをそこまでハードにっていうか、あの華やかにできない方々とかにやっぱりこれはもっといいんじゃないのかなって思います。ちなみにヘアケアなんですけれども、はい、お家で心がけてることがあったら教えてください、はい、お家でも、トリートメントの時間をすごく長く置くようにしてたりとか、髪の毛を洗った後に必ず、あの髪が私実は長いだけじゃなくて多いんですね。でも必ず乾ききってからあの寝るとか、乾かしきるっていう歯乾き状態をしないようにするとか、あとあのオイルをつけたりとか、そういうのをケアしています。やっぱりヘアケアをするとスタイルも変わってきます、はいはい、変わります。なんかあの髪の毛、あのロレアルプロフェッショナルを使ってるんですけれども、あの髪の毛がすごい綺麗だねっていうのはヘアメイクさんに必ずおっしゃってもらうんですね。で、長さが出るとなかなかこうキープできないじゃないですか、うん、お家でのシャンプーとかそういうトリートメントをやっぱりあのちゃんと髪にいいものを選ぶとすごい髪って持つんだなって実感しています。他にあの、はい、お休みの日に必ずすることっていうのはありますか、はい、あのあケアに限らずこんなことしてます。え、でもあのお休みの時とか美容室行くの好きなのでトリートメントに行っちゃいますね、髪の毛のケアに、はい、月に何回かな、はい、月に行けるんだったら週に1回トリートメント行きたいぐらい大好きです。っていうか多分長さをキープするのにトリートメントがないと持たないのかなと思ってるんですけど、やっぱり、ね、その髪の毛ってすごく大事なものなんですね、はい、大切ですよね。なんかあの髪の毛トリートメントした後って本当に人に見せに行きたくなるぐらいお出かけしたくなっちゃう、ツルツルしていて天使の輪ができていて、やっぱりパサついてるとどうしてもなんか地味に見えたりとか髪が傷んで見えたりとか、あとカラーリングを繰り返しているので、そういうのもあってこう潤いのあるお肌だけじゃなくって髪も大事なんだなっていうのを、なんか本当に若い時は分からなかったんですけど、5年6年ぐらい前に25歳過ぎたぐらいから髪の毛のツヤってすごく大切なんだっていうのを気になりだしまして、で今まではほっといてたのでこうパサついてても気にしなかったんですけど、一度ケアを始めるとその違いに、あ、そうなんだと思ってすごい積極的にやるようにしてます。スタイルを保つために今やられている運動を教えていただきたいんですけど、はいはい、今実はあのジム以外にあの自分のパーソナルトレーナーさんがカポエラの先生もやってるっていうこともありまして、カポエラに通ってるんですけど、あのカポエラってブラジルのものなんですけど、舞踊でダンスであり格闘技でもあるんですね。で、あの動きの中でこう柔軟性とあと体幹部を使うっていう動きがまして、そのレッスンを続けていくうちに体がすごく変わってきて、女性的なこうお尻が上がってる曲線っていうんですか、こういうちょっと黒人の女性みたいなああいうラインに体が変わってきました。カポエラ、はい、ダンスのようなものなんですかね。そうなんです。ちょっとあの止まらずにこの音に合わせながら2人組になってこうゲームをしていくんですけど、まあ、私はなんかそこまでゲームができるほど上手じゃないのでそのレッスンをしている段階なんですけど、あのすごく有酸素運動にもなりますし止まらないの でかつ、その体幹を使っているので、こう体幹の表面の筋肉っていうよりもコアがピラティスとかヨガとかみたいに鍛えられてる感じがします。たるみを改善するような効果が、はい、うん、あります。あります。なんかやっぱり自分のまっすぐの軸とかだったりその端点っていうんですかの部分も意識できますし、音楽かけてなさるんですか、はい、そうなんです。音楽をかけながらそのリズムに合わせながら音を感じながら相手と息を合わせることが大切なんですね。2人組でこう、はい、ペアダンスペアでやるんです。ダンスっぽくダンスダンスとどっちの要素も入ってまして、ダンスでありその格闘技なんですよ。あのちょっとなんかなんていうの、戦うっていうかゲームなんですけどあくまでもっていう動きがあって、体が柔軟じゃないとできないようでもありますし、筋肉がないとできないとか、あのやっぱバレリーナの人が実は足立ったまま片足上まで上がるじゃないですか。あれって柔軟性だけじゃないんですね。体が柔らかいプラ
す体幹にある筋肉を持っていて、お腹の力でこう上がってるっていうのと、まあ、ダンスの要素も入ってるのでカポエラもそんな感じです。ジムの運動からそのカポエラに出会って、はい、うん、これはやっぱ自分に向いてるって、うん、思いました。ジムでどれだけボディメイキングしようと思ってもやっぱり背中をきれいにしようって思って筋肉に変えたいと思った時も、こう例えばこういうマシンがあって後ろ下に下げるんですね、重りを。でもそれの負荷だとその可動域が同じ方向のこれしかできてないんですけど、カポエラはダンス的要素があるので動かしながら使ってるので、自分の体をコントロールしながらいろんな筋肉を使っているっていう、つながってるので体はそういう動きがあるのがやっぱりジムのマシントレーニングでは作れない動きなのかなって思います。